美内勝美は、日本中央系馬界の元騎手で現在は調教師。京都府京都市生まれ、愛知県刈谷市育ち。騎手としての成績は13,120戦1,527勝。名が示す通り、見年の生まれ。元騎手で、調教助手の美内博氏は長男。1953年に、京都府京都市伏見区に生まれた。 4歳児に転居した愛知県刈谷市の祭り、万等祭りで供される、古式競馬に惹かれ、騎手に憧れるようになる。刈谷市立小垣江小学校、刈谷市立伊佐美中学校を卒業。なお、13歳年下の熊沢茂文も、未内と同じく、小垣江小学校と、伊佐美中学校を卒業している。中学校卒業後、刈谷市に隣接すると夜明け市にある。 中京競馬場の旧舎に通い、工藤義明町教師に声をかけられると、日本中央競馬会馬事公園の長期騎手課程を受講した後、1970年に騎手見習いとして入門する。1971年に騎手としてデビューする。1973年には、ロングライトで、サツキ賞、東京優秀に帰乗し、3年目で8大競争に、 初騎乗となる。一時期は、大舞台に恵まれず、勝利数も上積みがないことから、スランプに陥り引退も考えたという。この状況を見かねた、宇田昭彦長教師に声をかけられ、1978年に、同級者所属となる。この出来事は未来にとって、大変ありがたいことだったと語っており、 感謝の意を忘れないようにと、歌がなくなって、旧車が解散になりフリーになっても、調教服は、以前のまま、歌旧車の黄色い服を着続け、その服は、現在の見ない旧舎の調教服である。1987年には、小原勇調教師から、玉のクロスの起乗を依頼される。このことが、今後の見ないの方向性を位置づける。 玉もクロスは1987年の夏までは単なる条件場に過ぎなかったが、秋になると頭角を表し、条件戦をクリア、重賞初挑戦となる丸尾記念を制し、翌1988年にはスポーツ日本賞金杯、阪神大賞典、天皇賞、宝塚記念、天皇賞と6連勝を果たす。その後ジャパンカップと有馬記念は2着だったが、 連帯を外すことはなかった。後に、ナイも騎乗するオグリキャップとの死闘は、競馬ブームの最中、今まで見向きもされなかった足毛の馬が脚光を浴びるようになる。玉もクロスの騎乗により、ナイにも有力馬の騎乗依頼が多くなった。中でも特筆すべきは、オグリキャップの前世紀というべき数え5歳秋の年の騎乗である。 毎日王冠での稲荷湾との死闘、天皇賞でのスーパークリークへの敗北、マイルチャンピオンシップでの絶望的な位置からの差し切り、連投で迎えたジャパンカップでの世界レコードの激走など、強腕、ファイターと言われた未来は、根性を剥き出しにして走るオグリキャップとは相性が良かった。多数の名手を安状に迎えたオグリキャップにとってもベストパートナーと言えた。 1993年、大久保西洋長教師から成田ブライアンへの起場を依頼され、成田ブライアンの主戦騎手となる。翌1994年、成田ブライアンは史上5頭目となるクラシック3冠の栄光に輝いた。1994年には年間 GI5 賞の大活躍で JRA 賞特別賞、日本プロスポーツ大賞主勲賞を受賞した。 また、年末の第45回 NHK 紅白歌合戦に審査員として出演。これは JRA 関係者では初めてであり、ナーを含めても1971年の第22回で審査員を務めた高橋優子以来二人目となる競馬関係者の出演である。1998年にはサイレンス鈴鹿への代打機場で宝塚記念を優勝。 ドーマにとって唯一の GI タイトルをもたらし、そしてミナイ自身にとってもこれが現役生活最後の GI レース勝利となった。1999年に騎手を引退し、長教師となる。引退レースは自らの出発点であった中京競馬場で迎え、当日のメインレース、かつ自身のラストランであった白川号ステークスでは、力合いはカタカを一着に持ってきて、 優秀の美を飾った。東日本レースを中継した東海テレビでは最後の直線で実況アナウンサーである吉村勲がここでは他の馬には失礼してと断ってからカメラを安状の未来の姿をクローズアップにして実況を行った。GI を勝つまでにデビューから17年かかりにもかかわらず1988年以降頻繁に G.I. を勝つようになったことについて問われたミナイは、次のように答えた。G.I. で勝ったからとか、リーディングを取ったからといって、人間としてどれだけの価値があるというんですか ?G.I. で本命になる馬に乗っていなかっただけの話じゃないですか。チャンスのある馬に何回か乗れば、誰でも勝てるのが G.I. ですよ。木村2 000, 101ページ。2000年に、 工藤吉明旧車を引き継ぎ、ウィングアローで第1回ジャパンカップダートを制す。騎手として GI を制覇するまでは18年もの歳月を要したが、調教師としては1年目から GI を制した。2021年1月16日、小倉競馬第 2R を玉持ィタイムで勝利し、調教師として JRA 通算400勝を達成した。カッコ内は、 当該場の優勝重賞競争。太字は GIQ 競争。ありがとうございます。